クポンでございますアンゴツカ市場ね落ち着いておりますね非常にここ何日かまあ上がってるのとあと落ち着いてるので非常にいいんじゃないかなと思ってますでですねまあアンゴツカの相談に3.3倍17年度解約できずっていうところでニュースに上がってましたアンゴツカをめぐる消費者から相談が急増している国民生活センターによると2017年度に全国の消費 生活センターなどに寄せられた相談は2816件と前年比3.3倍に増えたビットコインなど価格高騰を背景に関心を持った投資家がトラブルに巻き込まれるケースが相次いでいるまあ単純だとは思うんですけどもまずその投資っていうものに対して概念があんまり日本っていうのは育成されてないので。 まあそういういところでの何なんだっていううところなんでしょうね。だからスマホで見た場合 PC で見た場合に自分で口座を開いてお金を入れたんだけどもあんだけ動いてるよね2010うーんと12月15とか14とかではあ高値ですから200何十万っていったのが、まあ、17年だからねこのでただね気になるのは17年度に全国消費者センターに 来たのの件っていうのが気になるんですよ17年度って、まあ、勝手に上がる相場だったんですよね、うん、非常に今みたいに、まあ、今年に入ってから閑散としててねで下げ相場の中にずっといる方からすると17年ってもう既存のコインですよねビットコインとかイーサリアムとかねああいうものを貼っとけば上がってるそれが何で えー、国民生活センターの方に寄せられたのかっていうところですよね。まあ多分、まあ、コインチェック問題が出たのも今年だし、何なんだろう、これ、本当にこの詳細を知りたいですね。な,なんで うーんこういうことなのかなああ,あそっか ICO かもしれないですね ICO で結局上場してない上場までに時間あるものに関しての相談があされたんでしょうねただ消費生活センターに相談されてもね暗号通貨を触ってる方がまず持っていないんじゃないかなっていうところなんですようん。 だから何のまあ、言ってうーまあ、すっキりするぐらいしかモヤモヤが多少解消されるしかないんじゃないかなといまだもって多分消費生活センターに電話を入れたところで、えー、何か出るかって言ったらまあ、出ないのかなっていう,う感じはありますよね私も一度これ消費生活センターって電話入れたことがあってなんで電話を入れたのかっていうとあの かまあまああのー、SNS のなんかね有料案件がいまあ、未だに引かれてんだけども毎月何百円って引かれてんですよ。何百何十円っていうのが引かれてて、まあ、それも、まあ、タバコ1箱以下ぐらいの代金が毎月引かれてるんだけどもこれが解約の仕方ってのが分かんないんですよ。うん、でまあそれで相談をしたんだけどもやっぱり向こうも分かんないんですよ。 うんうん、なので結局自分でネットで検索して、えー、解決してよぐらいな感じなんですよね平たく言っちゃうとまあうもっとやんわりとねうすごく当たりはやわらかかったんだけども、まあ、言ってしまうとそういう感じなので何も結局そこに関してのね、えー、まあ好,好転っていうのは未だにないんですよ、うん、だからあんまりこのおー 何て言うのかな当てにするっていうのも問題なんじゃないかなと。で、そもそもその当てにするのは問題、問題じゃないとかではなくて、もう投資のリテラシーが低いので、うーん下がるっていうね。で、あるいは ICO っていうものに対しての、その存在っていうのがあんまりよく分かってない。まあ当然ね、えー、最初のものなんでね、ICO 元年って今年は言われてるって言って、17年度は、 あの騒がれてて、資金をみんな入れた方々がいっぱいいて、それで納得をされてなかったんじゃないかなと、非常に単純な、よくよく考えてみるとね、ICO の件で投げられてたんじゃないかなと思います、これ。解約できずだから、おそらくそうじゃないかなと思います。はい、それでは次ですね、ビットコインキャッシュソー,ーソーシャルネットワークメモが話題にというところでニュースに上がっています。 これ何なのかってメモンはブロックチェーンのデータ保存機能を活用 15, 年15日に今月ねビットコインキャッシュブロックチェーンのため新しいオンチェーンソーシャルネットワークメモがもう開始されてる15日に開始されてますこのプラットフォームによりユーザー特定の BCH アドレスの 公開鍵、秘密鍵のペアに関連付けられたプロファイルを作成できます。ユーザーはウェブサイ,ドサイトの URL 見積もり、または特定の日付などを OP リターン、トランザクションを利用して BCH チェーンに発ュされたプログラムを使用して特定のデータを結びつけることができる。メモに制作者は メモの制作者は、このプラットフォームについてデータを格納するために BCH チェーンを使用するうープロトコルとプロフロントエンドアプリケーションの両方であると説明している。このプロトコルはビットコインキャッシュのブロックチェーンにトランザクションを書き込むことによって機能します。 クライアントアプリケーションは、これらのトランザクションを読み取って、ネットワーク上のアクティビティを見れます。開発者は以下のように述べています。現在のソーシャルネットワークは、ユーザーは日本のデータを管理することはできず、理由なしにアカウントを削除できます。ブロ,トブロックチェーンに、検問不可な金銭の送金手段以外にも、検問不可なデータを保存方法として、 使用できますメモはブロックチェーンのデータ保存機能を活用した実験ですっていうところですね。まあ非常にこれ最初にやることなのでまあ、リスキーはリスキーなんですけどもこの後、まあとその bch をね送金できるっていう面でねまあ面白いんじゃないかな SNS 上でやるで今後なんか今ね現状言われてるのでまあ面白いのはあるんですけどもこれはソーシャルネットワークでしょで、まあ、ゲームでね ゲームとおーブロックチェーンでブロックチェーン暗号通貨をくっつけてでゲーム上のゴールドをそのままブロックチェーンの方に暗号通貨の方に変えられるっていうねそういう話が出てますよねで今これ SNS でそういうのができたってことは将来的にはおそらく出てくるんじゃないかなと思いますでまあだこれ脱線になるんですけども今ねうん食べることによって お金がもらえるっていうのもありますからうんどういうことかっていうと感想をね書くとか食べてもらうことによってその人が SNS とかに宣伝をするじゃないですか「これ美味しいよ」とか「こういう,う今話題にもなってないんだけども今から来ると思うよ」JK とかに SNS で投稿してもらったらどうなのかって言ったら JK が一番 バズが起きますから F0、F1 っていうのがあって F0 っていうのは13から18歳までの女性の方 F1 っていうのは19歳から34歳までの女性の方でこういうくくりがあります。これあのバ,ズバ,バズって口コミで一番広がる世代がその層そだっていうことですよねだそれだけ、まあ、女性がね。 男性の1日、男性が1日平均7000語に対して、女性の1日平均っていうのは2万語を話します。だから、それの話すことによって、えー、広がりがすんごいわけですよ。で、それをすることによって、えー、まあ、話題が出る。話題が出れば、売れる。しかも、その女性がね、うわーっていうことによって、ここ行こうよ、ここ行こうよっていう感じで、まあ、広がるわけですよ。2万だから、男性の3倍広がる、単純にね。 単純に3倍広がるし今 SNS があるからもっとそれ以上のね拡,拡散力があるんじゃないかなと思う SNS で使用する男性よりはどっちかっていうと女性の方がそういう話題に飛びつきやすいですからねおいしいよとか今から話題になるんじゃないかな今注目のとかね、えー、そういうものをタグ付けして集めて集めて,集めてっていうか集める気はないでしょうけど他者にどうやって見られるのかっていうのを気にされるのは女性ですから。 男性とはあんまりいい理屈じゃないですか。ね。うんああだよああだよこうだよって余計なことってあんまり喋らないんだけどもやっぱ女性の特性上ねそういったものを話すっていうところで広がるっていうところでそれに対してお金をね支払うっていうねそういうのもありますんで。 でこれソーシャルネットワークで BCH が活用されてそこに対してそのタグ付けされて、えー、BCH が送金されたりとかやり取りができるでそれがあ今後、ね、ゲームによってもゲームのゴールドが何だろう暗号通貨に変わるうそれがもともとはあ無価値だったものが有価値それが JPY に変わって、まあ、日本円でその辺で買い物できるっていうのが できるんじゃなないいかなと思いま、うん、SNSSNS が今回出ましたけど今開発されてるので、えー、ゲームでね、えー、実際ありますからそういうの、うん、ビットコインあビットコインじゃないなあれはなんだろうなビットコインではなかったと思うんですけども暗号通貨との融合で、えー、まあ本当に実装される、まあ、今年年内には実装されるんじゃないかなと予定上でね 予定通りにいけば実装されるっていう案件が出てますよ、ねうん、なのでまあこれはこれで面白いんじゃないかなと SNS から始まってつな、まあ、がりがどん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 できるというところでございますはいでまあまあここで、まあ、今回ね終わりなんですけども、まあ、何かあればってあんまりね、えー、ないとは思うんですけども他にまあ余談か余談ってえば あー全くの余談なんですけどもお味噌味噌をん雑談ですようーん凍らせるとお取りやすいっていうのを情報をね入手しました。私あの味噌はね自分で作りますから非常に興味深い話だなっていうのとあと味噌の需要が結構あるんだなっていうところで。 えーまあ、情報を得たと、まあ、味噌が凍らせると凍らせても凍らないっていうのが味噌らしいんですよやったことないんですけどもあのー、で取りやすくて袋とかで入れても口ぐにゅぐにゅの感じでぐにゅぐにゅ感が残った感じでうーん何だろうなその状態で保存されますからあカチカチにならないらしいです氷に。 にね、氷みたいにカチカチにならないからあ非常にいいですよっていうような情報を入れたのでこちらのシェアでございました。はい。それではね、素敵なコインライフをお送りください。